茂木直子です。東京高裁11民事部の八津田主任書記官、それから、山本律隆書記官、それから上作綾子、それから古庄綾子、の保険金詐欺です。それは別人に送達したという、詐欺を、9月の7日の時点でやってました。だから神戸の番天犬に金が渡ってったんです。その証拠です。これです。はい、八津田主任書記官ですか。そうです。茂木直子と申しまして、